こんばんは。ハッピーハロウィン。おつー。お疲れ様でした。今日はたくさん踊りました。頑張った。なんか STU ハロウィンやってますか？ STU じゃない、ショールームハロウィンやってますか？なんか異次元目落選しちゃった。嬉しい。両方？マジ？猫花火や。疲れんか。あとは決済。確かに。お支払いの準備整った？どうなんだろう。もし両方落選出てたら、初の、まあ、初日はちょっともう終わっちゃってるから、全完売ではないけど、全完売的なやつだね。イエイイエイ。ありがたい。ありがとうございます。ハッピーハロウィン。決済したよ、ありがとう。かつやハッピーハロウィン。ハッピーハロウィン。今日はお化け。見えづらいな。お化け。ピケ。ザラピケちゃんです。これ、今日しか着る時ないと思ってきました。お化け。ありがとうございます。褒めてくれるみんな嬉しい。お化け。タカめっちゃ可愛い。ありがとう。お化けちゃんです。かわいい。ありがとう。お化け。生きててよかった？深夜拘束？こんばんは。来てくれてありがとうございます。
ハッピーハロウィン。青春ごっこを今も続けながら旅の途中、ヘッドライトの光は手前しか照らさない、真っ黒な道を走る、胸を高ぶらせ走る。インスタと同じ格好って思うじゃん。違うの、私今日もうずっと遊びのことよろしくお願いします。こちらこそ。もう今日は一日中レッスンだから、帰ってきて写真撮ってインスタ上げたりする暇ないわと思って。でもハロウィンの格好はもう今日中に上げないと意味ないじゃないですか。もう昨日のウェイトレスはもうちょっともういつでもいいやってなって、でもお化けはウェイトレスは正直いつでもいいけど、お化けに関してはもう今日だけだと思って、朝レッスンの前に早起きしてメイクフルメイクして、レッスンでどうせ全部落ちるのにフルメイクして、これ着て髪の毛をボブに、 YouTube のね YouTuber の美容系の人見ながらボブにして、なんかカーテンの前ちゃんと綺麗にして、自撮りいっぱいしたんだから。そうで、レッスンのはレッスンで頑張って、帰ってきて慌ててあげたインスタとツイッター、しかもインスタとツイッターの写真若干変えてるというこだわりっぷり。どういたしまして、えらいでしょ。そうだから、さっきのインスタの時の服は午前中の私なの、だから髪型が違う、ごめんね。えらいでしょ。頑張った、ありがとう。だからインスタもいいねするし、ツイッターもリツイートしろ、リツイートしろ、可愛いから。これは普通にヘッドドレスです。なんか白い猫耳つけたりもしてみたんだけど、なんか違ったんだよね。喧嘩したの、猫とお化けが。だからでもなんかつけないと寂しかったから、白いヘッドレがあったので、ちょっと赤ちゃんみたいですけどつけました。お化け、だから今日はみんなのところに化けて出るね。カッシュタグコスプレ配信中にしてるでしょ。なんか審査員の人来てよ。審査員の人いつ来んのこれ。またテロップに書いとこ。審査員、審査員が来るんだよね。編集。審査員。の人来て、11時までに来ない、11時までだよね、来て早く。あ、花火もらったやつあそこにあるわ。花火以外がいい、あのショールームで使えるものが欲しい。なんかくれるんだよね、来て。ショールームグッズがいいな。パーカーも欲しい、パーカー欲しい、ショールームグッズが欲しい。なかなか来ないの？どういうシステムなんだろう、見よう。ショールーム、ハロウィン、スタッフがランダムにコスプレ配信ルームを訪問します。パンダアバターからコメントされたルームは当選となります。その場で抽選を行い、当選内容はルーム内のコメントにて発表、合格得点をプレゼントしちゃいます。
菓子とかももらえる。なんか何でもいいけど欲しい。あ、マカロンももらえるんだ。欲しいな。お菓子もあるの？ライブタグ設定してるでしょ？してない？あ、してるしてる。してるよ。待ってるんだが。ハッピー来てパンダ。下ジャージじゃなくてちゃんと短パンとニーハイ履いてるんだから頼むよ。トリックはトリート。審査員の人ね、多分パンダのアバターらしい。どこにいるんだろう今。ハッピーハッピーハロウィンナー、夜明けになってキスしてるのは僕たち二人だけ。愛はいつだって強い引力。 HALOWEN HALOWEN click or play。 インスタグラム上がった時びっくりしたでしょう。ちゃんと別の格好を用意してるから。たまげたでしょ。ハッピーハロウィン、あと10分しかない。え、11時までじゃないの？うん、11時までだよ。あ、待って、パンダアバターのルーム回遊は8時半から10時半頃だって。ゴロだからでも、ゴロだから、ゴロ、そう、ゴロミちゃん、ゴロゴロミ、ゴロミのゴロ、ゴロミみんなの発作がミンゴロミンゴロってなっちゃう。ミンゴロ悪い女だからな、あいつ。敵ですか。ママ来て来て、お腹すいた、お腹すいたって言ってさ、あっち行ってる間にさ、でもパンダが来たらさ、ちょっとね、まずいよね。これ袖伸ばしとこ。これさ、このボタンがあってさ、これで長袖になるから、ちょっと長袖にしとくね一回。
B。 やばい、納豆混ぜていきたい。イベントはしたから、あ、そうそう、ショールームイベント多分最終日できるから、そのできるけど、ま、丸一日はできないけど、多分最終日の最終時間ギリできそうっぽいので、てかもうできさせる、させ、できさせろよ最後のせめて30分はっていう圧をかけといたので、多分大丈夫だと思うので、でもちょっと明日初日や明後日、明日明後日初日やってみてですけど、1位目指しに行くとめちゃめちゃしんどくなりそうだから、3位以内を目指そうかな。いや3位以内でもさ、雑誌乗れるっぽいんで、別にそんな1位にこだわらなくてもいいかなって感じですけど、どうなんですかね。ちょっとやってみてですね、とりあえず3位以内を目指して頑張ろうかなって思いますので、よろしくお願いします。いや1位目指さないと3位以内になれないけど、でもなんかだろうな、もう例えばね、どうなるか分かんないけど、もう4位になるかもしれないけど、あの2位に絶対もう4位には落ちないだろうっていうとこで、もう2位か3位が絶対もうどうあがいても2位か3位にはなれるでしょって時に、頑張って1位を目指さなくてもいいって意味わかる。それ見ててしんどい時あるから、なんて言うんだろうな、そんな感じ。もちろん1位目指して頑張るけど、そのもう2位か3位には絶対なれるでしょって時に、頑張って順位を上げようとしなくてもいいって感じです。皆さん優しいから頑張ってくださる方もね、ありがたいので、まあ、誰がどれぐらい強いのか分かんないけど、まあとりあえずね、そんなことを言えるレベルに言えるか分かんないんですけど、とりあえずあの紙面に載ることを目指して頑張りたいなと思います。明日はね、あの、まあ、イベントは5時から始まるんですけど、まあ、仕事的には帰ってくるのはね、ちょっと、ランチぐらい6時半ぐらいかな、6時半ぐらいに、いや明日ね、結構ね、そのね、ま、徳島の初日の予定聞こう。徳島は、大阪、徳島は泊まりますか、広島帰りますか、ショールームイベントの1週間の予定組みたくて、ちょっと聞いてみた。やばい、半になる、あと4分だ。パンダ来なかったらもう無理なのかな。でも半ゴロだから、ちょっとショールームパンダさん、ショールームパンダさん来て、いつもショールームには割と貢献してるつもりだから、ショールームに貢献してるつもりよ、結構お願いします。いつもありがとう、プラットフォームを使わせていただいて。来て、パンダスタッフさん来て。テロップにこんなにラブコールしてるのにな。審査員の人呼んでて、草って草。パンダさんお願いします。急に込めてもいないから意味ない。
貢献度で変わんの？いや変わんないよ多分、その別に評価されてない、ないのかな、わかんないけど。忙しいのかな、何人で回ってんだろう、10人ぐらいかな、そんな多くないか、何人で回ってるんだろうパンダさん。でも今日ハロウィンだから配信してるねライバーが多そうだもんね。AKB グループ担当、ノイミーグループ担当、なんかなんとかグループ担当みたいな感じなのかな、それとも全部で一人なのかな。全部で一人だったら結構厳しいよね。まあいっか、もうじゃんねん。前回来たのがレアだったのかな、どうなんだろう、前もらったね。じゃん、花火もらいました。結構入ってる。200本も入ってて、で大体さ、この花火の袋ってさ薄いじゃん、このペライじゃん、ペライっていうかその これぐらいじゃん、これぐらいだけど、見てこの厚み、やばくない、ここ全部詰まってるの花火が、大体これぐらいなのに、あの板みたいな感じだと思うじゃないですか。見てください、この200本、ちょっと 見せる、どう、あ、ほらほら見て、見える、こんな感じ、めちゃめちゃいっぱい入ってて、大満足できそう。2回分に分けれるんだって、大満足って感じ。いろんな種類入ってる。手持ち花火、そう、またじゃあ、まあショールームではなかなかできないかもしれないけど、おきチャンネルに寄付してもいいなと思ってる、一緒にそれで出て動画にして。これ使用期限、花火ってしける、花火しける、使用期限とかあるんかいね。開けちゃダメ？でもチャック付きで便利。使用期限どこに書いてるんだろう。愛知県の稲垣屋で作ってます。ちょっと書いてないけど、まあでも。1年以内ぐらい、そのシーズンで使うのを想定してるだろうからね、多分。もしじゃあ開けたら早めに使うわ、1回で使い切ろうね。どこにも書いてない、でも確かに湿気、そう湿気のイメージあるわ。審査員来たら何が欲しい？ショールームグッズかマカロン。てか何でも嬉しい。
花火以外かな。花火はあるから。花火以外だったら何でも嬉しいです。10年持つの。これ2杯かわいいよね。おばけちゃん。ビー。スチームトースターもあんの？いいね、トースター欲しいわ。置く場所ないけど。かわいかろう。あ、33分じゃん、いつの間にか。終わったのかな、パンダ。まあしょうがない、そういう時もあるわ。ショールームの公式審査員です。そうです、来なかった。まあいっか、納豆食べよ。納豆取ってくる。しりとり、ハハロウィンのハ、ハロウィンのウだと終わっちゃうからね。ペコだよ。私今日朝ラーメン食べて、朝っていうかまあ朝10時半ぐらいに、そっからもうモンエナしか飲んでない。モンエナしか摂取してない。モンスターエナジー、やばい、お腹空いた。モンエナでさ元気出るかなと思ったけど、別に元気出なかった。モンエナって何の効果があんの？なんかいつもカホタルがモンエナ飲んでたから、なんかわーっとなんか思い出して飲んだんだけど、あカフェイン、カフェイン効かなかったのかな。普通に今日一日中眠かったよ。まあ、モンエナを飲んでるっていうプラセボ効果なのかな。お、来た来た来たね。よいしょ、よいしょ、見て、じゃーん、納豆。
スプレ配信中で表示してたんだよ。そうだけどもういいや、ありがとう。納豆ご飯、このね熱いご飯と冷たい納豆のコントラストが結構好きなんで、いただきます。食べた今日納豆ご飯。納豆ご飯うまいよね。うまっ。うまっ。はい。うまです。なんか久々のご飯がめっちゃうまい。からし入れすぎてる、辛い。うまお父様、なんか生きるために食べたって感じ今。食べるの早いでしょ。皿洗おう、今日皿洗おうと思ってたんだよ。納豆食べるアイドル押せる、イエーイ。納豆食べるよ。納豆を食べる、納豆を食べるのは楽しみで生きてる時たまにあるからね。ちゃんと今日夜ご飯納豆ご飯にしよう、ワクワク。それで結構ワクワクできる自分っていいなと思う。
今日のメイクかわいいな。よし、お化けさん、お化け皿洗います。これ上半身だけだったら全然お化けに見えないかもしれないけど、あのインスタとツイッターを見てください。お化けなんで、私がお化けだから洗った後なんかトリックが起きてるかもね。うそす、お皿濡れてそう？お皿が濡れてるよ。前にいて自然乾燥だから食器拭きなんでしないから。洗い終わったお皿がぬるぬる？それ続けてないだけやけん、ガサツなだけやけん。それセラピケかわいい、ありがとう。冷たっ、辛そう。テンション上がるもの、小梅。食洗機でやるほどの量でもないんですよ。ツイッター見てきた、ありがとう。
明日6時半から配信っていうの。何日分っていうか、まあ前のあの鍋の日からかなって感じ。よ、ハロウィンナイト。夜明けになってキスしてるのは僕たち二人だけ。愛はいつだって強いんだ。そう、食べたスプーンベトベトだ。もうすぐ終わる。あと鍋だけ。鍋が一番ね、難関だけどね。
ありがとう、見守ってくださってありがとうございます。ごめんね、後半集中すぎてめっちゃ無言だったわ。悲しけれよ、いしょ。食べかけのコーヒーゼリーあるから食べよう。えらい、ありがとう。今洗ったばっかの。じゃあこのさ、コーヒー、じゃあね、10月31日までの楽天ポイントがなんか微妙に余ってたから、コンビニで 楽天ペイ使おうと思ってこれ買ったら、思いのほか大きくて1回でここまでしか食べれなくて置いてた。おいしいけどでかい。同じの食べてる。ほんと？すごい。でも結構硬いタイプ。牛乳ちょっと入れてみよう。うまでした。ありがとうございます。ふう、今日も世界寝坊した、夢の中では起きたのに。どうして朝は眠いんだ、どうして朝は眠いんだ。どうも、
納豆ご飯しか食べてない。ポテトあげていい？ごめん今日頑張ったから。健康に悪いかもしれないけど、だって納豆ご飯しか食べてないんだもん。ごめんなさいね。ごめんね、おしめが早死にしないように祈ってると思うけど、寿命を犠牲にしてポテト食べるね、今から。やい、揚げすぎちゃう。本当にごめん。ハロウィンだからいいや。ボールペン。みんな優しい。なんか予定立てよ、明日の。1月5、6の、お、6日日曜日の夜できそう、ちゃんと。嬉しい。私徳島から帰るのさ、もう夜中ではないけど、もう夜のさ10時11時をさ覚悟してたの。私の中で徳島ってもうね、本当にめちゃくちゃ遠い場所だから。違う、遠い場所は違うな、遠くないのに時間がかかる場所。意外といける。しゃあ、いけそう。いけそう。ちょっと NAB 劇場の日はまあそんな満足にはって感じだけど、よきー。とりあえず明日、11月何日、明日1日、11月1日火曜、11月2、11月3、11月4、希望が湧いてきた。日曜日にできるかできないかってマジで生死を分けるからな。よいしょ。ふんふん、土曜日は、土曜日はね、夜は1時間ぐらいしかできなそうだけど、もう11月？早いな。明日は1日。35、40、45、50、55になっちゃうから。31、32、33、
34、いやあと2ヶ月か、今年も早いな。3時間って何分だ、180分、12345割る6は OK で、最後は23時59分で25分しかないから180-25は155、それを 1,2,3,4,5 で割ればいいのか。31分、19時1分、20時、7時31分から8時31分経ったら何分だ、分かんない、この計算難しい、時計算できない、丸がないと分かんない。8時32、いつもショールームイベントの時さ、私さ時計算あれがないと分かんないって言ってる気がする。8時2分、これでいきましょう。明日は簡単、初日は午前中考えなくていいから楽だわ。明日はこれでよいしょ、はい、11月、綺麗に書こう。ちょっと待って、一回チェック合ってる？計算おかしくない？いつもよりはしんどくないと思うんだけどね。OK、これをきれいに書きます。いや、あ、明日6時半からね、ショールームの予約入れときます。動き出したね。ライブ予定管理、あ、もう9月19日以降私予定一回も予約入れてない。切る。10月1回も予定入れなかったみたい。18時、 OK、 これ私の去年の7月に作った星投げ3周のやり方のやつなんだけど、合ってるか見てくんない？有識者の方。ショールームおしなげ3周のやり方、配信スタートの2時間前までに星 99×5 色を満タンにしておく。まあ、2時間前じゃなくてもいいんだけど、まあ分かりやすくしてる、平均そのね、2時間前じゃなくてもいいんだけど、まあ、一番分かりやすい時間にしてるから。あのね、これは分かる人は自分で勝手に調節するから、あの基本的な時間にしてます。
分かりやすい時間にしてます。調整する人は自分でしてください。2、配信スタートの45分前に他ルーム1部屋に入り星10個かける5色をもらう。これは捨て星と言います。合ってる？あのね、100点じゃなくていい、80点を目指していくから。私は全部合ってる。これで捨て星だけどもらうで、丸さん配信スタート、あかりちゃんの配信がスタートだから明日の6時半手持ちの星を全部投げる。ただ投げるだけだとちょっともったいない。なぜかっていうと星は、星っていうかもうアイテムは10個連続キラキラキラーって言うでしょ、エフェクトがかかるでしょ。あれで本当は10ポイント分しか投げてないのに 1.2 倍ボーナス、あ、それなくなったんだっけ、 1.2 倍ボーナスのシステムなくなったんだっけ、あるないよね、もう。そういや、え、なくなったよね、ある、ある。何だったんだろう。 1.2 倍ボーナスになります。12ポイントになります。はい、で初めの10個ずつは30秒以内に1個ずつ投げます。なんでかっていうと私の部屋に入ったことで星をもらうことになっちゃうんで、初めの10色ずつ先に投げといてください。色変えてこぼれ星になっちゃいます。そして4、星集めに行く。でこれの時は100枚たまりません、100個たまりません。なぜかというと捨て星してる分と福田ルームでもら星をもらった分があるからです。 80×5 色までです。間違ってたら言ってね、みんな。まあ、この画用紙用意し取ってあったら私神だな。5、戻ってきて全投げ、これも10個ずつベベベベベっと。この時は別に色はもう変えなくても、一気に黄色80個、一気に緑80個とかで大丈夫です。で6、制限解除後再び星集め。このね、星制限っていうのを普通にショールームを楽しんでた場合、イベント関係なく星制限ってものをね、なったことがない人が多いと思うんですよ。でちなみに私も星制限っていうシステムに出会ったことがなくって、どういう風に星制限ってなるのか、どういう風に星解除ってなるのか知らないから、ここはちょっとファンの人にしかわからないところなんですけど、とりあえずなんか星がね、1時間に何個までしか食べられないっていうルールがあるんだって。だからその制限がかかるのね。で制限解除されたら、再び星集めに行きます。で戻ってきて全部投げて、これで3周完了になる。で注意点、空いた時間に配信50カウントする。あ、制限中は赤い表示で何分何分まで出るんだ。へえ。コメント欄に123から50までの数字を打って送信、ひらがなじゃなくて数字で、半角数字で、数字で1って打って今コメント欄で送信してみて、消えるでしょ。コメントのタイムラインに表示されないの。これが50までその表示されない。試しに51打ってみてもいいと思う、表示されるから。で50までは表示されないから全部1から50を打つ。これは制限解除待ってる間とかにしたらいいかもしれない。
そうで別にこのコメントこれやってるとたまにね20なんか点々点々とかたまにミスると思うんだけどもう気にしなくていいマジで、あの1を50回打ってもいいです、そうです、1を50回打ってもいいよ、1から私はね結構50カウント30何本ぐらいで分かんなくなっちゃうから1から10を5回やったりしてます。あ、チンできた。そんな感じでとりあえず50回コメントすればいいって感じ。注意点、ギフトはなるべく10個連続で投げる、 1.2 倍ボーナスになります、有料無料ともに。星もだし、例えばなんだろう、まあ、分かりやすいとこで言うと、クマさん1個は1000ポイントじゃないですか、でタワー1個は1万ポイントだかななんですけど、クマさん10個だと1万2000ポイントになるんですみたいな感じです、分かりやすいとこで言うとね。そうだから、あの星投げとかもそうなります、それはそういう仕組み。そして SMS 認証をするアカウントの、携帯電話の番号をしないと星投げが無効になる、 Twitter 連携が関係なくなったんですよ、あのね、Twitter のツイートボーナスもなくなって1年ぐらい前から星もらえるのもなくなって Twitter 連携も関係なくって、もはや今は Facebook とか SMS 認証をアカウント絶対今してください、今して私ポテト見てくるからその間に SMS 認証しといて、あのすぐ帰ってくるけど SMS 認証してアカウントのポテト、私がポテトをゲットする間に SMS 認証してください。よいしょ、これが一番大事ですから SMS 認証は、SMS 認証マジ大事。ケチャップってさ最初出した時水みたいになるのほんとやだ。した？認証できてるかどうかは私にはちょっと分かりません、みんなを信じるしかないので。どうやったら分かるの？塩振った。SMS 認証できてるかどうかどうやったら分かるんだろう。アバタークリックして、SMS、 あ、私が見ても分かるわ。あのね、緑のチェックマークがついてる、公式マークみたいなのが、アカウントタッチ、自分のアカウントタッチしたらできる。おお、 SMS 認証してる緑のマークがあり、あったら当たりじゃない、正解。緑のマークゲットしといてください。 SMS 認証よろしくお願いします。はい、これ大事。しないと星投げを500個しても0ポイントになる、まさかの無効になっちゃいます。気をつけてください。あった、おめでとう。んで、
注意点、複数アカウントは禁止。これ複アカどういう風になんかやってんのか知らんけど、減算されるので。でもね、この前、前回1年以上前だけどイベントやった時も複数アカウントの減算がうちのルームはマジで少ない。もう数ポイント数ポイントだったから、マジでそこは優秀というか、皆さんちゃんと真っ当にしてくださってるっていう、誇らしかったんですけど、とりあえず複数アカウントは禁止で、捨て星は1回だけだから、捨て星してからもし他の子のショールーム見たいってなったら、あのログアウトしてから見てください。もう見てほしくないけど。でツイートボーナスはなくなりました。昔はツイートボーナス、なんか私のツイート、なんかショールーム始まったらさ、福田あかり配信中みたいなのがめっちゃバーって流れたりするんですけど、それはみんな星もらえるからやってたのね。今もやってる人いるけど、星もらえなくなっちゃいました、ツイートボーナスで。なので、そこはよろしくお願いします。もちろん拡散してくださるのはすごいありがたいです。で、有料ギフトはかける 2.5 ポイント。え、そうなん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 、え、マジ、そうなん、レインボースターも 2.5 倍？へえ。そうなん？イベントランキングでは。へえ。どこに書いてるんだ？書いてる？虹星10個で3000ポイント強っ。ちょっとこの、え、これもそうなの？このイベントも。ちょっとわからない。そして、皆さん一番大事なことです。 SMS 認証より大事。星集めから帰ってこよう。あのね、星集めに行ってどっかで釣られて帰ってこないのが一番良くないから、あかりちゃんどこで帰ってきてよ。帰ってくる場所はここにあるよ。私は待ってるからね。帰ってきてね。それが一番大事。それが一番大事。はい。そう、ダメよ。一瞬のそのね、つられとかでね、どっか行っちゃダメ。私とあなたの絆はそんな、パッと見のアバンチュールとかじゃ超えられない絆があるでしょ？ダメよ。アバンチュール、禁止。はい。星は1時間に500個までしかゲットできない。お、そう、だから星制限があるんですよね。で、配信が連続するときは毎週、毎回3週できるわけではない。そうなんです。だから言うたら別に3週できなくても大丈夫。こんな、特に明日はね、明日見てこの連続する。だからね、毎回2週をコンスタントにやっていくことが大事。2週っていうのは、配信始める前に星を全部集めておいて、で、配信始まったら全部投げて、配信中に1回集めに行って満タンにして投げる。それができればもう100点。マイページで SMS 認証登録したけど霊媒チェック入ってない。え、なんでだろう。時間かかんのかな。1回アプリ落としてみたりしたらどうなんだろう。わかんない。
そう、1時間に500鍋入るペースなら問題ないです。そうなんです。なので、あの3週って考えたら捨て干しとかあるから正直難しいし、失敗した時に萎えると思うんです。それで萎えてモチベを落とされるぐらいだったら、私はもう2週をコンスタントにやっていただければもうそれだけでもうバンバンザイバンバンジーです。のでよろしくお願いします。でカウントは毎回できますので、カウントは配信通知が来るたびに50回コメントしてください。そう、あんまり、そうね、私はね、例えば何々ちゃんも頑張ってるから1ポイント投げとこうとか思うでしょ。わかるよ、そういうのやりたくなるよね。でもさ、それをやられると、それを100人にやられたら100ポイントこっちはなくなっちゃう。100ポイントって大きいよ、すごく。タコさん1匹分だからすごいことだから、正しいから、なるべくその私のところで投げてくれたら嬉しいなと思う。1ポイントを大事にしたい。で、課金アイテムが 2.5 倍だから星なんでって思うでしょ。私も課金アイテムが 2.5 倍になって初めてやったイベントの時、大丈夫なのかな、私は結構星、皆さんの星に自信があるっていうか、なんかそういうのが積み重ねてきてたからちょっと不安になったんだけど、でもそんな心配はなかった。もう星って土台を固めるか固めないかがマジで大事だから、みんなの星がすごい大事だから支えてほしい。で、3週難しかったらとりあえず2週確実に、事前に満タンにしてる分と配信中に集める分、すごく助かります。1年前の私天才だな、全部書いてある。はい、そしてコメントをたくさんして盛り上げてください。ショールームイベント中って1回の配信がもう20分とか30分になっちゃって、なんかちょっと盛り上がってたら終わる、盛り上がった時に終わるみたいになっちゃうの。だから結構ね、寂しくなっちゃう時もあるんだけど、そう、企画とかやってても企画がこうノリに乗ってきた時に配信をなきゃいけなかったりするのよ。だからみんながコメントでワイワイやってくれたらすごいそれが助かるわけだから、星集めとかその星投げとかはもうシャ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 ってやってほしいんだけど、星解除の時間とか余ってる時間があったらぜひコメントとかしてください。で、 SSS などで協力呼びかける、あの Twitter とかその何、お友達とかに LINE とかでも何でもいいんだけど、ちょっとやってるから見に行ってあげてって一言言ってくれたり、なんか応援コメントをくれたりするだけでめちゃくちゃ嬉しいので、みんなでそうやって頑張っていけたらいいなと思います。みんなで協力して楽しくハートフルに平和に頑張っていこう。 1位目指して、1位目指してって書いてるけど、ちょっと1位目指せるか分かんない。今回なんかそんな1位にこだわってないけど、3位以内には入りたいって感じです。はい、え、何これ、3週目の時途中1回福田ルームに戻ってきて 10個かける5色投げると完璧って、何、なんか書いてある、米印、どこだ、米印、あ、ここだ、あれだ、この3週目の時に10ルーム回るとこぼしちゃうからだ。99×5 だと もったいないから、途中で1回投げないと1周3週目は100個集まっちゃうからってことか。うおー、プロだ。こんな感じです。はい、難しいね。予選は2位に入らないと決勝いけないよ。決勝、うん、別に
わかんないけど、いけなくてもいいかも。どうなんだろう。うん。って感じ。本当にそんな感じだから、マジで3位以内に入りたい。その中で決勝にもし行ける順位だったらラッキーだなって感じ。雑誌の撮影に行きたいって感じ。1年前も今の福田さんもありがとうございます。分かりやすかった、嬉しい、ありがとう。決勝って何？決勝は11月下旬から12月上旬でしょ、決勝。11月下旬から12月上旬って結構私 SKE のコラボライブでやばそうだな。わかんないけど、もし行けたらあれだけど、とりあえずめちゃめちゃ決勝に行きたいとかじゃないかも今。だから雑誌の撮影をしたいから3位以内に入って、それが目標です。お願いします。目標3位以内、日程教えてほしいな。決めてくれたらいいのにね。11月下旬から12月上旬ってどうなんだろう。ツアー沖縄とかぶって SKE ライブともかぶったら最悪だね。ね、どうなんだろう。もしでもこれ決勝いけるってなっても本当にコンサートのなんかレッスンとかがやばかったりしたら、あのみくちゃんの時みたいに決勝行ってるけどあの諦めますって言うかもしれないので、とりあえずこの辺のは一回置いといて、とりあえず雑誌の撮影に行けるので、これで3位以内に入ったら、それだけ、それが目標ですね。なので行けたらいいなって感じ。とりあえず私は自分のスケジュール内でできることを頑張りますので、皆さんも無理せずに、無理ない範囲でついてきてくれたら嬉しいです。 M ステの日は配信できるの？どうなんだろう、わかんない、まだその日の予定わからないけど、でも次の日大阪なのね。大阪まで行かないと思う。多分東京泊まるのかな。東京泊まりだったら M ステ9時に終わって10時ぐらいのホテル着いたとしたら、まあ、10時から12時はできるし、大阪泊まりだとしても、だとしたら朝できるし、大阪の日の多分大丈夫だと思います。で平日は、明日は6時半からずっとできる。で明後日は昼にちょっと予定あるだけでほぼオフだから全然できる。3日は祝日だよね。この日仕事あるんだけど、そんな夜とかじゃないから全然夕方ぐらいで終わると思うから全然できる。で4日は分かんないね。あーでも4日はちょっとあれだけど、まだ平日だから大丈夫。ち多分夜はホテルで配信できる。で5日は、あ5日のスケジュールは来てたな。5日は5日は、まあ、朝と夜中はできる。6日は
夜全然、朝はあれだけど夜全然できる。7日は多分大丈夫。よいしょ。だからもし何かあったら言いますけど、ありがとうございます。よろしくお願いします。とりあえずやってみるく。今年ショールームイベント勝ちってなかったし、やってみるく。みんなもモチベ下げない範囲でついてきてください。お願いします。楽しもう、楽しんでこう。1週間と短いからね、一瞬だよ。いっぱいご飯、お菓子買っとこうかな。あ、冷めちゃった。冷めちゃった。熱弁してたらポテトが冷めた。レインモンスター対象です。よいしょ。なんかポテト持ったらハロウィンっぽさ増したな。めっちゃマックのエルグであるね。広で値上がりね。明日からバスも悲しい。バスの値段上がるなら結構痛いかも。
チャリで行くしかないか。ハッシュタグ考えてくれてんの？ハッシュタグ決めないかも今回。普通に頑張る。ありがとう。値上げばっかり生きるって息苦しいねだね。みゆみゆ会いたいな。人間関係を歌うたびにみゆみゆのことを思い出してる。お水飲みたい。僕は寂しくなかった。自転車もこぎ続けた。こんばんは。こんばんは。スマイルだけは値上げしてほしくない？大丈夫、いつでも見せるよ。カラオケ配信するする、絶対するよ。ありがとう、かわいい。お疲れんこん。何しようかなと。あ、チーク菓子久々です、朝ロ。ショールームイベント中にさ、もう眠気を覚ますためじゃないけど、意識を保つためにやるあのチーク菓子の時間結構好きなんよね。チーク菓子さ、朝ロしばらく買ってないから、なんか新しいの出てるかも。ドンキ行かなきゃ。楽しい。3時間制限あります、あります。もう3時間制限ないイベントもうやってないでしょ、しばらく。待って、44分だ、もう早っ。みんな意識を保つためにやってんじゃないの、あれ違うのかな。
うん、お寿司がいい？あ、チューイングガムの味すんだよな、あれ。やってる。うん、鍋もしないとね。鍋。言うて1週間だからさ、多分そんなバタバタしてたら終わるよ。そんなマジでいつもの日常をやってたらすぐ終わっちゃう。あっちゅうま、コスプレしようかな、もしかしたら。って考えたらちょっと楽しくなってきたな。一回ぐらいコスプレとかもしようと思います。こんばんは。レッスン？わからん、もう私11月の予定みんなが知ってるやつしか知らんもん。レッスンとかさ、なんか2日ぐらい前にあさってレッスンあるっぽいよって噂が流れ出してさ、あるのかなとか思ったら、ああるんだみたいな。なんかそういう時も多いからもうなんか悲しい。あれ行こうと思ってたのにとか、あれしようと思ってたのになとかいう予定が全部それで壊される。そんな6年間しょうがないね。はじめまして、はじめまして、こんばんは。ハロウィン終わっちゃうの悲しい。ハロウィン期間楽しかったな。だってさ、なんかチェッカーズやった、ナースやった、でウェイトレスさんやった、で生写真でゴスロリフワンピもやった、で今日お化けやってるでしょ。5個も来た。超楽しかったハロウィン期間。てか、あ、チェッカーズのインスタ載せてないな。なんかインスタ載せてない写真いっぱいある、やば。載せよう載せようと思って忘れてるんだよね、いつも。ハロウィン毎年私満喫しすぎてるわ。あげー。大満足よ。今年もかぼちゃ見ることなかった？あれや、あの工藤理子というさ、私を超えるかぼちゃが現れたから、私みたいなもう子供かぼちゃは姿を現せれないよ、恥ずかしくって。つわものすぎる、つわものが。いやマジつわものだったな。ふう。頑張ったな、今日も頑張ったなって思える一日過ごせて幸せ。なんか、あ、今日何もやってねー、無駄にしたっていうより全然いいよね。肩こる。お化けさんだけど肩こる。あれが必要、体
肩叩き。なあ。もう50分友は波の音ビーハロウィン結局パンダのアバター来なかったな。明日は6時半から30分間の配信を1時間おきにやります。6時半から30分間、7時31分から30分間、8時32分から30分間、9時33分から30分間、10時34分から30分間で、11時35分から切れるまでやりまーす。どうぞよろしく。ふう。明日午前中何もないの？最高じゃん。メールも送る。やん。10月お疲れだ。あ、はい。もう今日で10月が終わるということは、明日から11月1日じゃないですか。ということで、この配信は12日までやるんですけど、STU メールちゃんを、福メールちゃんを受信するといいと思います。この配信をね、あと何分だ ?7 分間だけ見て、ここで。わあ、じゃあもうあかりちゃん接種したなーってなって、で、その足で、その指で、もうそのまま STU48 メールを調べて、STU48 メールって検索したらすぐ出てくるから、 STU48 メールを受信したらいいと思います。そしたら11月1本目のメールから届きます、君宛に。ツイッターとかインスタに載せてない写真も届きます。そしてショールームイベントの時間もお届けするし、もう全部全部届きますので、私の情報が、そう、人生が豊かになるので、ぜひ受信してみてください。明日から、明日からってか、もう10分6分後から受信してください。そしたら私がおはようって言うね、明日君宛に。試しにやってみてください。評判がいいです。どれぐらいいいかというと、自分で寝る前にうっとり見返してます、毎日。てか自分が見返して
まあ、今日もいいメール送ったなって思える内容にするようにしてます。夜寝る前にうっとり眺めるのが好きなので。そして昔より画質が良くなりましたので、ぜひよろしくです。お願いします。ものは試しに、あとハッシュタグ服メール、ひらがな、服がひらがな、カタカナかメールで返事も待ってます。登録簡単、そんな高い壁でもないので、ぜひという感じでランキングを読みたいと思います。いやー、今日も見てくれてありがとうございました。13からトマフク隠れ推しありがとう、だったかんちゃんありがとう、せいちゃんありがとう、近いしありがとう、よしげき久々の同棲生活楽しみです、アラウト顔面ソシエゲ楽しみあの作る暇あったらやります、頑張りましょう、頑張ります、楽しもう、イエイイエイ、りょうにゃあかりんのインスタ投稿をスクショしまくったら赤凍結されたんだけど悪いことだったっけ、なんかインスタ調子悪いんだよね、私もなんか表記がおかしいなと思ってた。でもありがとう、保存してくれたんだね、インスタの写真って保存できるのかな、わかんないけど、ありがとう、アールアップありがとう、かつやありがとう、ハイポーありがとう、のすけありがとう、みけちゃん頑張る、頑張る、一緒に頑張ろう、たか明日人間ドック行ってまた今日行きます、今日の福ちゃん見て出張頑張れそうです、お頑張れ、ハロウィン楽しませてもらいました、ありがとうね、こちらこそ、私も楽しんだしだいぶ満足度高めでした、ありがとう、1位は缶詰ありがとう、おめでとう、1位、イエイイエイ、というわけで、いやー今月もみんなにいっぱいあったな、というわけで私が福田はって言ったらスターチって言ってください、アニマソと福田はスターチーさんのお召し上がりの決まり、香川県出身の福ちゃん方福田あかりでした、皆さん今日もありがとうございました、つくれんかやすいみずみですです、また明日は夕方6時半からショールームやります、来月もよろしく、ありがとう、またね、楽しかったです、おかげさまで、ありがとう、ありがとう、またね、バイバイ、チュッ、ありがとうございました、ナイスミー、とも頑張ってねー。